いどうもこんにちは、しゅんじです。今日はシュライヒ、おっきなね洞窟に、あと大型恐竜、中型恐竜、小型恐竜が入ったセット41461の恐竜たちの洞窟プレイセット、こちらの方を見ていきたいと思います。箱の方ね、くるくるっと回して、後ろには中に入ってるねセット内容が書いてますね。その下にはね、以前あのユニバで、高額で買ってしまったあの火山と、あとティラノサウルスが入ったセットが載ってますね。懐かしいな。ではね、取り出します。取り出せました。中にはね、恐竜フィギュアと、で、これ恐竜の骨になってますね。何の恐竜だろう。で、洞窟のセットがバラバラにあって、こちら取扱説明書がね、入ってます。組み立て方も書いてんのかな？書いてますね。では、気になるこの洞窟からね、組み立てたいと思います。まずはじめに、洞窟パーツ、大きなやつですね。すごい、形がね、めちゃリアル、ゴツゴツした感じでかっこいいですね。で、中ちょっと空洞になった感じになってますね。この上に、このね、蓋みたいな洞窟パーツね、3本チョボがあるんで、穴ポコがあるんで、ここに差し込むようにセットします。いや、なんとか入りました。入りにくかったな。あ、なんか穴の位置が合わなくて、なかなか入りませんでしたね。で、縦長の、このゴツゴツしたやつの一番上にちっちゃいこの岩みたいなのをね、セットして、こんな感じでセットして、で、最後大きなやつをね、上にセットするんですけど、この岩がね、なんだろう、なんか骨がね、ここにあって、何の恐竜の骨なんでしょうね。いや、わかんないけど、ちょっとワニっぽい感じですね。はい、くるっと回して、これをここにセットするようですね。はい、こんな感じかな。これで洞窟ね、組み立てれました。簡単にね、組み立てることができましたね。まあ、取り外せるようになってるんで、まあ、取り外して、まあ、自分の好きなところに置いてセットして、ね、遊ぶことができるようになってますね。結構ね、思ってた以上にサイズ大きくて迫力あります。形がね、すごいいいですよね。このゴツゴツした感じね。で、不安定なこの屋根みたいなのがあって、で、大きな洞窟、ここね、この中にね、恐竜をセットできるようになってますね。では、恐竜フィギュア見ていきたいと思います。まず、小型恐竜の、ミクロラプトルですね。体全身がね、羽毛で覆われてて、この羽の部分なんかもね、きっちり作られてますよね。シュライフはこの辺のね、作りがね、めっちゃ細かくて、かなりこう、リアルな、かっこいい恐竜をね、作りますよね。はい、あ、目が結構クリクリだな。で、すごい、歯がいっぱい生えてる。で、鼻のところとかもね、塗装されてて。で、後ろ足には鍵爪があります。すごいね、めっちゃ鋭い鍵爪になってますね。で、尻尾の先端までね、ふわっとしたこの羽毛で覆われてて、いや、すごい可愛らしい形になってますね。机の上に置くと、こんな感じでセットされますね。で、アニアの恐竜、ベロキラプトルとね、ちょっと大きさをね、比べると、アニアのベロキラプトルより少しね、サイズは小さいですかね。横は同じぐらいだけど、長さと高さが違いますね。次は綺麗な色してますね。プシッタコサウルスを見ていきたいと思います。こちらも、小型恐竜になります。頭がね、ゴツゴツしてて、ちょっと前から見るとアンキロサウルスっぽい気もするんですけど、突起があってね。で、くちばしがあって、で、口の中も綺麗に塗装されてますね。で、目の周りが、黄色になってる。で、体は綺麗な青色になっててね、ちょっとボコボコした感じになってますね。はい。で、このね、皮のたるんだ感じ、シワなんかがあってね、これがめちゃめちゃリアルですよね。で、前足、指のとこね、綺麗に塗装されてて、で、がっちりした後ろ足ですね。すごい、形がいいっすよね。で、爪のとこ綺麗に塗装されてます。そう、尻尾の上には結構長めの羽毛のようなやつがね、セットされてますね。はい、机の上に立たせるとこちらとなってますね。なんだろう、こう、なんか気になるもの見つけたのかなっていうね、なんかちょっと首傾けて、なんか見てるような、そんなポーズになってますね。で、アニアジュラシックワールドサバイバルキャンプの、アンキロサウルスとね、頭を見比べるとね、はい、こちらとなってて、こう前から見た感じがちょっとゴツゴツした感じはね、ちょっと似てますよね。次はね、大きな恐竜フィギュア、ヘレラサウルスですね。肉食恐竜になります。全高最長がね、6メートルとちょっとちっちゃめなんですよね。では近くで見ていきますね。うわ、長い歯がいっぱいありますね。で、口がなんと開閉するようになってて、口の中ね、舌がありますね。ちょっと汚れた感じ、黒っぽい感じの塗装になってて、いや、渋いですね。
で首なんか動きそうなんですけど動かなくて、あと前足後ろ足尻尾も稼働するところはないですね。で、体ねちょっとこうシワの感じなんか作られてて、背中のとこね突起が小さい突起があるんですけど、ここはなんかねグリーンに塗装されててカラフルですよね。で、前足3本の指があって、後ろ足は4本かな、4本指がありますね。なんかこう説明とかで よく書いてるやつとはちょっと数が違う、まあ、言われてるのは前足が5本あって後ろ足が4本あったってね書かれてるんですけど、これはちょっと数が違いますね。はい、下の方はね白色になってます。はい、尻尾なんですけど上にちょっとくるんと上がった感じになっててね、まあ、これもなんか動きのあるポーズになってそうですね。ちょっと立たせてみると、あ、左の前足が下につくんだ。あ、これはかっこいいな。なんかで口開けてねガバッと何か追いかけてるようなそんな感じのポーズになってますね。すごい迫力ある。ではね、同じ肉食恐竜のアニア・ティラノサウルスを横に置くとねこちらとなってて、アニアのティラノサウルスよりもサイズ大きめです。で最後ね、何の恐竜か名前書いてなかったんですけど、恐竜の、頭の頭蓋骨の骨ですね。これ顎がね動くようになってて歯がいっぱい生えててね、結構迫力のあるね作りになってますね。ヘレラサウルスの頭とね大きさを比べるとヘレラサウルスより大きいです。前もねこんなやつがあったんで、結構シュライヒこういったの好きなのかな、まあ飾るのにいいですよね。では洞窟に恐竜フィギュアをセットしますね。まずヘレラサウルスを下に置いて、でプシッタコサウルスね、この辺結構上面に置いときますね。おー、なんか決まってるポーズが。で小さいミクロラプトルね下の方にセットして、洞窟にね恐竜フィギュアをセットすると、こんな風になりました。いやーいいっすねめっちゃかっこいい。なんかこう手に取って遊ぶのもいいけど、こう飾っててもかっこいいですね。この洞窟ね崩せるっていうアクションがあるんでね、ちょっとやってみますね。まあここの柱的なやつ、これを倒すとガコーンとねこの上の部分がね下に落ちてきたり、この柱のような岩の一番上ねちっちゃいのがあるんで、これをねグッと押すと落とせるようになってるんでね、これで落として下の恐竜にね当てたり、でまたこちらの屋根をセットして、でこの上にここにあった小さいね岩パーツをセットします。でここをねポンと押したら、このちっちゃいのがね飛んでいくっていうそう、ボタンとかないんですけど、まあちょっと崩して遊んだりすることもできるようになってたようです。そう、洞窟結構大きいなって思ってたんですけど、ヘレラサウルスこの中には入れれないっすね。ちょっとねさっきみたいにこう屋根を作ってこの下だったらセットできるんですけど、この中はちょっと厳しいです。でプシッタコサウルスだったら入りそうな、あ、入りますね。あ、めっちゃなんか可愛い。あ、ここをちょっと住処にしてね遊ぶことなんかもできますよね。まあセットでついてた洞窟パーツをねこうまあいろんな形でこうね組み替えて、まあ好きな形にセットをして、で恐竜フィギュアをねセットをして、まあいろんな形でね遊ぶことができますよね。でさっき恐竜フィギュアのねサイズを見比べるのに使ったアニアの恐竜フィギュアをね一緒に使って遊んだりすることもねできますね。今回はシュライヒ41461の恐竜たちの洞窟プレイセットを見ていきました。恐竜フィギュア大中小と入ってて、で洞窟セットなんですけど、これ思ってたよりね大きくて、でいろんな形にね、まあ、ちょっと組み替えて遊ぶこともできて、他の恐竜フィギュアアニアとかもね使って遊ぶこともできるんで、かなり楽しめるようになってますね。トイザラス少し前ねシュライヒ商品 20% オフになってたんで、ちょっと安かったんですよねアマゾンより。でももう 20% オフ終わっちゃったと思うんで、アマゾンの方が、ちょっと安いかもしれません。値段の方ねさっき調べたら7182円になってましたね。また気になった方よかったらぜひね、チェックの方してみてください。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンチャンネル登録に、登録ボタンの横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。あとツイッターインスタもやってますんで、よかったら説明欄の方に書いてるんで登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。